ていう自分とはちょっと違うお休みになっちゃったって言ってましたけどね、その分いろいろとチームを見ることができたというふうに語っていました。カルソニック一般 GTR はジェームスロシャー。なるほど、青い新幹線がまたまた国のスピードで見たいものですね。20番目でスタートするのはカーナンバー6番です。2019年のスーパー GT のチャンピオンワコーズ OCR MC500、 昨日は大勝負に出演してくれました大島。さあ今回は6号車は20番手からのスタートになります。脇坂純一監督にとりましても大島選手のご提案ですね、この最後のレースということになりますから、どんな采配で、ね、行くのか。脇坂純一監督ありがとうございます。さあそして21番手からスタートはカーナンバー24番リアライズコーポレーションアルバ GTR は高星光則。さあいつもねアドバスタイルで戦って高校レーシングですが、高星選手もハドコーでの初レースになります。そして大勢のお客さんに取り囲まれておりましたカーナンバーは422番手からは BMWMODDM アレッサンドロ・ザナルディ。さあこのセロンガのザナルディの22番手からレースのスタートをいたします。さあということで日本で行われますドイツ DTM とスーパー GT のドリームレース、まもなくスタートとなります。さあ、ぼちぼちとした流れの今日は低く垂れ込めてまいりますが、しかし、スーパーの方はですね、かなり明るくなってはきているので、雨の心配はないかなというふうにちょっと楽観的に僕は考えているんですけれども、まあ、まあ、ただ1コーナー方向、まだまだですね、やはりはかなりガスっているような、そんなことも見えますしね、ちょっと心配ではあります。路面にはここのところですね、コース上は特に南部のコーナーあたりでしょうか、まだまだウェットパンチが残っているようですが、速攻ライン上はほぼドライコンディションと考えていいと思います。先ほど行われましたオートスポーツルームリトリックタップのレースではスリックタイヤで各場所走っていましたので、このレースもスリックタイヤのレースで、まあ、無事に行けるとは思いますけど、とにかく途中での天候の変化、これには、ね、ちょっと注意をしていきたいと思います。さあそして昨日も行われましたけれども、このレースなんですけれども、途中で一度ピットインをしてですね、そしてタイヤ交換、これをしなければいけません。ドライバー交代はもちろんありませんから、スタートからゴールまでは今こちらがマシンを運んでいるという一人のドライバーでチェッカーまでマシンを運んでいくことになります。1回のピットストップのタイミングというのは各チームによってバラバラです。最初の方にピットインをしてタイヤ交換をする、あるいはギリギリまで引っ張る、そういったことはチームのストラテジーがいろいろとですね、まあ、違っているというところはあると思いますが、タイヤのデグラデーションによります性能低下による、そのですね、タイムダウン、そして最後のトータルのラップタイム、こういったところを考えながらね、フレッチビルに多分タイヤ交換もいろいろとですね、タイミングを測ってくるのではないかと思います。さあ昨日のレースでは大体13周ぐらいから、大体ルーティンのピットワークが多く始まっていくというような感じでありましたけれども、やはり、レースの中間であります、まあ、20分を超えたあたりから30分ぐらいまでというところですかね、20分から30分ちょっと過ぎぐらいまで、まあ、これがまあピットウィンドウというか、結構ね、前半と後半で同じタイヤを使う場面のレースですから、まあ、枯れ具合とかそういった、まあ、パフォーマンスのところを考えると真ん中あたりが一つのやっぱりね、タイヤ交換のタイミングということになってくると思います。それからタイヤ交換についてはスーパー GT で行っているタイヤ交換のスタイルとは違いまして、メカニックの方がですね、いつもフォーメーションが違っています。僕も持っているこのメカニックというのは、全国でですね、同じメカニックがタイヤのですね、緩み、ナットのですね、緩める、そして締め上げるという作業をしていまして、あとの残りのですね、両輪を2人ずつですね、そのフロントタイヤをリアタイヤを外す、そして今度はそれを今度は新しく持ってくる、そういったですね、作業というのを分担をするというそういう作業で、いつもスーパー GT で行っているそのタイヤ交換のタイミングとか、それからですね、作業の内容と違うところをちょっと注目をしてご覧いただければというふうに思います。さあ、すでに、もうゲストの皆さんはそして現在はチームの皆さんがこのマシンのそばで、
さあ、果たしてこの後55キロプラス1周という時間レースになりますけれども、どういうレースになるのか、まあ、今日も結局